黒沼沢子役の野戸真美子です。泣きました。もう沢子とこう友達たちがこう打ち解けていくところとか、もうすごいなんて言うんでしょうね、この沢子のけなげさにうるってくるなってところがいっぱいあって、彼女のピュアさとか、本当なんかこう一家にちょっとずつ泣くみたいな感じで、こんなに漫画でうるっとしたこと最近ないなって思うぐらいたくさん泣かせていただきました。はい、沢子はですね、子供のような心をすごくずっと持ち続けている、なんかこう赤ちゃんのような、なんて言うんでしょうね、すごくピュアな子だなと思いました。大なり小なりこう生きてることに慣れてしまう部分ってみんな持ってるかなと思うんですけど、彼女はなんかその子供の頃に感じたような感動とか喜びをきっと今でも感じることができるんだろうなって、あとすごく人に対して丁寧、すごくなんかそういう人との接し方とか出来事に対してピュアで丁寧な子だなと思いました。難しくもあり楽しいところでもあると思うんですけど、その彼女の純真さとか、でもそれって多分きっと彼女にとっては普通のことで全然特別なことではないと思うんですけど、それをいかに自分が彼女として感じて言葉を出すことができるかなっていうところと、なんだろう、あんまりこう本当に普通にやりたいなと思っていて、きっと全部彼女にとってそれは普通の感覚の中から感じるスペシャルなことだったり、喜びだったり悲しさだったりっていう、なんか彼女を本当に普通の子として捉えて同じこう気持ちになってやっていきたいなと思っています。そうですね、風早くんみたいな人がいたらなんかもう眩しすぎて、なんだろうな、でも多分彼ってすごくいい空気っていうか、そういうのにこう触れたいなって自分も思うと思うので、そういたらぜひともお友達になりたいです。はい、ありますね。なんか私も子供の頃とか結構人の輪の中に飛び込んでいけなかった方なので、なんかそのみんなとても楽しそうでみんなのこと大好きで、でもそこに入っていくまでのこう距離感とか入り方っていうのでちょっとこう馴染めなかったこととかっていうのがとてもあったので、大好きだけどそこにうまく溶け込めない、飛び込んでいけないみたいな気持ちとか、沢子の気持ちってすごく理解できるなって、はい、同じようなことはありました。私は実家が書店だったんですね。なので漫画に限らずもう本は子供の頃から読んでいて、で弟がいるんですけど、弟は少年誌を、私は少女誌を学生の頃ももうすごい結構すごい数を読んでた時期があって、学生の時の家に帰ってきて一番の楽しみがその発売された少女誌を読むことが、はい、大好きでした。気持ちは必ず伝わるっていうことを見てる人に感じてもらえたら嬉しいなと思って、人ってやっぱりこう伝え合う感じ合う生き物だと思うので、沢子を通してまた沢子の周りの人たちを通して気持ちは必ず伝わるし、こう通じ合うことができるっていうのを見てる人に感じていただけたらなと思っています。君に届けという作品、原作が大好きな方、そしてこれからこの作品を知る方、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、この作品は
年齢関係なく性別関係なくきっとみんなに通じる大切なものっていうのがたくさんたくさん詰まっていると思います。私もなんかこう思い出すだけでも胸が熱くなってしまったり、ああいいなって改めてこうやって仲間とかなんでしょうね、こうみんなに通じ合う気持ち本当いいなって今思い出しただけでもちょっとうるっときてしまうんですけれども、そのですね大切なものがたくさん詰まった君に届けという作品を皆さんに楽しんでご覧になっていただけたらと思います。ぜひともよろしくお願いします。君に届け。